江島は、宮城県牡鹿郡軍長町の沖合に浮かぶ島、神奈川県の江の島や、その他の江島と区別して、陸前高島とも呼ばれる。透名は、江の島、江の島と表記されることも多いが、江島とするのが正しい。オ長町中心部から見て、南東のオ長原子力発電所の正面にあり、牡鹿半島から伸びる江島列島の中で、最大の島、唯一の有人島である。 全島が三陸復興国立公園に指定されている。島に平地は全くなく道路は急勾配で境い周囲は断崖絶壁に囲まれた厳しい島である。集落は島の北側に所狭しと集中している。江島の名は江島諸島の中で唯一入り江があり、船をつけることができたことから名付けられた。長らく、 地形的な問題から島に港を作ることができず、島に物資を運ぶ際には、沖に船を停泊させて、橋家に積み替えるしかなかったが、近年拒否を投じて、島の北側と南西側に、防波堤と埠頭が作られ、交通事情が改善した。だが、今なお1日3便の高速船がやってくるだけの離島である。前頭に、島岳が追い茂り、海猫や、 呂頭の繁殖地である江島の南東にある足島の梅猫は国の天然記念物に指定されている周囲の海は魚の宝庫でありほぼすべての住民が漁業に従事しており釣り客の来島も多い農業は蒸気の通り的した平坦な土地がほとんどないため自給用の畑が点在する程度である厳しい海に囲まれているためかつては 党内の自治組織として項が作られ、鉄の結束を誇った。現在もなお、助け合いの精神が色濃く息づいている、年格差の小さい海洋性気候となっており、冬は温暖、夏は冷涼である。かつては日本では珍しく欠片の気候区分における CFB に属していた。 冬は2月の最低気温平均がわずかに氷点下になっている程度と東北地方としてはかなり温暖で太平洋側気候である雪の少ない宮城県本土沿岸部と比べてもさらに雪は少ない夏は山瀬の影響を受けやすく8月の最高気温平均も夏日になる程度の摂氏25.9度である真夏日は年間で3日程度と非常に少ない 周囲は陸地から離れ、海流が強く、外洋に面して水深が深く、本土側も含め人の生活圏からも遠いので、水質が良く、良い漁場となっている。気象のアメダス観測を行っており、宮城県各放送局の気象情報では、おなじみの場所である。シーパルオナガアにより高速船、島なぎが1日3便運行。 女川港から 13.8km で直行便で約20分。出島経由便の場合約40分。ちなみに船は気象条件により南西側の不当に発着することもある。島北端部の道路に書かれた SOS サイン。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、江島では 人的被害はなかったが、ライフラインに壊滅的な被害が生じ、2011年11月7日まで、全島民に避難指示が出され、当該避難を余儀なくされた。津波は、港に面した宮城県漁業、共同組合小川町支所、江島支部事務所の2階部分に相当する高さに達した。9月に海底送電の電気が復旧。 海水淡水化装置を導入したことで、水道も復旧できたことから、11月7日の避難、指示解除となったが、水道が一定の水質になっていないため、小川町では、当面の間、島民に飲み水として、ペットボトルの水を配給している。2011年11月22日現在、全島民の3分の2にあたる、約60人が帰島したが、 診療所や簡易郵便局の再開の見通しは立っておらず、定期船も週3日2便に過ぎない。ありがとうございます。